肩上がり。うん。一番重要な場面だ。これがマークするスコアを良くするだけのものじゃない。
たちの時代は、ね、やっぱり一番大事なのは基礎体力、それから教わった基本、この反復、これをもう繰り返し繰り返しやっていかない。ただ球だけ打ったってこんなにうまくなる、いろんな方面から自分を進めていかないと、ね、まあ、ただ今、まあ、若いかな、あんまりトレーニングしてないっていう人が多かったけど、自分が上手くなりたいと思うんだったら、ボールが好きだと思うんだったら、ね、じゃあ自分がどうしなきゃいけないか、今自分の立場はどれぐらいのレベルなのか、どれぐらいの体力があるのか、どれだけの技術があるのか、そういうことをね、自分である程度分からないと、それから人間というのは、ね、苦しさとか楽しさとか辛さが楽しさとか嬉しさとか喜びとかこういうふうに変わっていく、非常にうまくならない。だから1年後、2年後、3年後に自分がうまくなろうというのこの気持ちを持っていく、レッスンしてもらったからってすぐその場でうまくなるもんだ。それを継続していく、いいことを継続していく、で基本の反復です。そういう心構えでいかないと、まあ、今日見た限りでは、残念ながら、まだまだ君たちのレベルが低い。ね、だから自分が夢があるんだったら、しっかりと、この中を、決めて、それからやりなさい。はい、終わり。じゃあ、 みんなでジャンプに挨拶して、ありがとうございました挨拶と、あと最後写真撮るかな、はい、それで解散です。じゃあみんな、大きい声で、はい、代表、はい、はい、代表、はい、代表、え、お前がいいよ、はい、男の子、代表、はい、大きい声な。今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、プロ写真撮ります。はい。
はい、じゃあここでお願いします。はい、このカメラです。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、どうも。まあね、自分のあの場所、まあ、国の練習場に、まあ、若いのに漁師まいたい、そこで思い切り練習しまいたい、もうそれだけ。だから日本っていうのはね、なかなかこういう、環境っていうかね、いい環境がちょっと少ないと思う。ここはもう、うちはもう十分あるからね、そういう環境のもとでやっぱり一緒にやってもらいたい。
勝だけではなくて、まあ、もっとどんどん勝ってほしい。いやいや、まあ、勝つ負けるっていうのは、クマだったりして、やっぱり安定した自分のゴルフを見せる、どうせならいくらのチャンスがある。いい時と悪い時とまだはっきりするようでは、大した実力者ではないと。ジャンボさんご自身、今シーズンとシーズンのやつはどういった形でやっていくかっていう、いや、それはね、俺も勝ってたから、ほっとくれる。最後になりますけれども、やっぱこういった練習展開を通してですね、だからどういったふうにゴルフ界盛り上がっていくか。まあね、だからゴルフってのは非常に素晴らしいスポーツだってことは間違いないですね。やっぱり楽しい、こんなスポーツはあんまりないと思う。でもやっぱり俺なんかはもうプロの世界しか知らないから、そういう若い子がプロを目指してるんでね、まあ、そういうことで楽しいことよりも、もっともっと他にすることがあるわけだから、そういうことを学んでもらいたい。埼玉の草加です。あ、そうかい。神奈川どこ？横浜かい。高2か。もう高2ってのはもう春だったらまあ高3やねん。行くの遅いわ。